たらリビングの机の上にモスの結果が置いてありました。ふーん、校内で〇〇番か。これでどこの大学に入れるというのかしら。模試の結果に目指すことのできる大学が書いてありました。そこには〇〇〇〇大の名前が出ていたのです。え？〇〇〇〇大？この成績で？娘が帰ってきました。お母さん、その模試には〇〇大学も狙えますって書いてあるでしょ。〇〇大学だよ、〇〇大学。すごくない？そんなわけ。あ、本当だ。すごいじゃないか。〇〇大学なんて、お父さんにも模試の結果を見せなさい。チャンネル登録よろしくお願いします。別に校内で大した順位でもないのに、どうして〇〇大学の名前が載っているのかしら。母が考える娘の学力はマーチに受かるか受からないかのレベルでした。学校の順位から考えてもそのあたりになります。だから AO 入試に切り替えたのです。 AO ならマーチに引っかかるかもしれない。そしてその AO の合格を持ったまま後期国立まで戦おうと思っていました。ところが現時点で私学理系の目指せば良いとされる大学には、〇〇大学や〇〇〇〇大といっためちゃくちゃイケてる大学が含まれているのです。ん？ AO 入試いらなくね？一般入試でマーチ1個くらい引っかかるんじゃね？以前コメント欄でこんなコメントをいただきました。大学受験にはいろんな受け方があり、迷走しましたが、最初から一般入試の対策だけをすれば良いのです。その方が勉強も進めやすく、普通に努力が報われると思います。と。主人の考えはこうです。一般人の考える大学の序列って文系なんだろう、多分。理系は俺たちが考えているのとは難易度が少し違うのかもしれないね。娘がもし文系だったなら、お前が考えるようにマーチに入れるか入れないかの瀬戸際なんだよ。でもあいつは理系だから、俺らの考える大学ではない大学に入るのかもしれないよ。え？そんなこと。あと考えられるとしたらこれです。我々中堅中高に賢い子は例年よりも多く入ったんじゃないかしら。それで校内順位はいまいちだけど、我々大学を狙いますとか書いてあるんじゃないかしら。もしそうだとしたら、もしそうだとしたら、一般入試でいいんじゃないの？え？ AO 専門塾に1年分の塾代を払ってしまったんだけど。あら。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。